てさて、今日ははい、ちょっとエリトラはなくなったけれども、はいあのクリーパートラップを作って火薬無限にしようかなと思います。はい、一応材料はあれだよね、そこそこ揃えたって、ここそこ揃ったのかちょっと怪しくなってきたけど、ここにここに、おーおーおーおお、よきよき、ここにちょっとだけ、あとは猫2体連れてかないとね。見て、ちょっと看板つけたよ。何何この終わった石って、あ、そういうことね終わった石でしょ、オレ色に染まれね、腐った肉はさ染められないのよ。え、入ってたの？あ、入ってるわ。なんで染められないのよ。私入れた覚えない。私も入れた覚えない。チキンのハーフ&ハーフ、何がだよ黒、あ、黒いね、うん、あ、でもそんなもん。ハーフ&ハーフがあったのか、ハーフ&ハーフにこれ入れとこう。よし、それじゃあちょっとハーフ&ハーフさ、うん、ハーフ&ハーフ、あの入れ物もハーフ&ハーフなのね。あ、そうそう、まだ大きくなってない。うん、とりあえず場所決めようか、はい、うん、どこにする？どこにします？間違えた、すげえ松明つけちゃった。あっちの方何もしてない、どうする？あ、そうだね、まあそこそこ離れた場所に作るか。遠すぎてもだけど近すぎてもだし、この山は、この山、あ、でもダメだ、あの下にちょっと掘んなきゃいけないから地上じゃないと厳しいね。あっち側は、うん、どこ、あれ、チギンどこ行った？なんでその一瞬で 見失うの？見失いますよ。この辺、その辺、この辺どうですか？この辺多分平坦になってるよね。うん、ちょっと邪魔な砂ちょっと削ればすぐできるでしょ。あ、ちょっとちょっとへこんでんな、ここ。あ、だいぶへこんでんな。まあ、ここは埋めれば大丈夫じゃない？作るトラップなんですが、はい、今回はですね、はい、参考にさせていただきまして、動画を、そちらを作っていこうかなと思います。で、動画は、その参考にした動画は概要欄の方に載せておきます。はい、まあ私ほぼほぼ外側と材料しか見てないみたいな状態やだ難しくてよ。まあね、トラップはね。それじゃあ作っていきます。まずここに1、2で、斜めに1個、またさらに斜めに1個で、こっちにも斜めに1個、斜めに1個で、こっから1、2、3、4、5で、こっちも1、2、3、4、5で、こっち側13、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13、あっちも13いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13で、こっからまた1、2、3、4、5で、1個下げて、もう1個下げて、もう1個下げて2、5で、1個下げて、もう1個下げて、はい、完成。リボン型のトラップ作っていきます。で、どうする？どこにガラスつける？上にする？どうしよう、上だとでもあれなんだよね、トラップドア使うんだっけ。そう、トラップドア使うから、まあ見えるかって言われたら見えないと思う、うん、横のとこ見えるようにしたいね、うん、あとはあのクリーパーが流れる部分に着色ガラス使おうかなと思ってるから、うん、ここあれか、遮光ガラスか、遮光ガラス下に入れて流れるクリーパーが見えるように。どの道、私ら待機が上だからさ。あ、上なの？上で待機する。待機場所上だから、上でそのクリーパーがこうシャーってなる。上にいないと、私たちが上にいないとクリーパー湧かない。そんな感じだね、あのある程度なんか範囲離れないと湧かないから。うん、そうそう、あのなんだっけ、スポナーだっ
ったら関係ないけどさ、私らが近くにいても、うん、あの天空トラップタワーとかもそうだけど、ああいうのも私らが近くにいると近くの場所には湧かないから離れないといけない、うん、だから、なんだっけ、クリーパーもある程度距離を離さないといけないから、まあ、待機場所は上の方がいいかなって感じ。じゃあとりあえず周りを埋めていけばいい？うん、そうするか。本当にいいんだね、豚さんで。豚さんでいいよ。じゃあ豚さんでいきましょう。ちょっと私もうちょっと削るわ。うん。高さ2マスかな。とりあえず今置いたのを2マスずつして、うん、コンセント置いてこう。差し放題すごいな。すごいわ。私こんなに模様入りレンガ使ったことない、ブラックストーンの。なんだっけ、模様入り、模様み、うん、模様入りの磨かれたブラックストーン。オッケー。えい。で、ここに、この真ん中、うん、真ん中にブロック1個、こっちも真ん中にブロック1個置いてきます。で、そっから今度は、あ、もういらないです。ブラックはいりません。そういう意味じゃないです。ここのね、ここの一列の、うん、ここにブロック1個。ここにあの猫に立ってもらうから、こうやって。あは。うん。で、今度はカーペットを敷いていきます。カーペット持ってるよね。カーペットを敷いてもらいます、キャノーラに。カーペット。ブロックをポンって置いた場所に1個、その手前にね。手前に1個、カーペット。1個？うん。こう？うん。で、そこに横に移動して、2マス離してもう1個ポン。ここ？あ、で、反対側も。ここ？うん。で、今度、置いた前の方。ここ？あ、そうそうそう、そこに。あ、そんな感じ、そんな感じ。OK、セイ。はい、反対側。OK、セイ。OK、セイ。2マスずつ離して、ペッペ。ペッペ。ペッペ。はい、OK です。はい。でね、ちょっと待ってね。はい。もう一個狭めないとダメだ。ここ3マスにしなきゃいけないから、ここも埋める。こんな感じかな。狭さこんな感じ。どうしよう、猫連れてこないと。もうあと塞ぐだけだから。これね、猫ということで、猫村へ行きましょう。到着。まだ到着してないでしょ。到着。到着。まだ到着してない。猫さんいますか。猫さん、ちょっとゴーレムボロボロじゃない？嘘、ゴーレムすごいボロボロじゃない？何があったんだい君は。え、新品ゴーレムだよ。これ私の見えてんの、新品ゴーレム。あ、新品ゴーレム、これも新品ゴーレム。私の見たゴーレムすごい今にも死にかけだったけど、子供生まれてんじゃん、ここの砂漠村。マジか。うん。猫猫さん、あ、猫さん2匹。おー、イエス。永遠の親友となるだろう。私も親友なりたい。親友、親友、もう一匹こういる。どこ？ここいる、一番上。すんごい上。こんな上にいんの？あ、逃げてった。あ、そっちかい。私の前、猫は？猫、そっちの方、そっち、こっちの方。おいで、どこかな。なんか声だけはすごいする。こっち、こっち、あっ、待って、こっちはおいで。逃げないで。足の永遠の親友、どこ行ったの？待って、猫さん。すげえ嫌うじゃん。永遠の親友、ついてきてたわ。永遠の親友、行くぞ。行くぞ、永遠の親友。ついてきてるか。永遠の親友、来た。あれ？永遠の親友。私、永遠の親友のあれならなかったんだけど。もうやったんじゃない？やってた？じゃあ、私の猫どこにいんの？あっちの村、あっちの、別の村で親友なってたりしない？ありえそう。ね、猫がさ、もうプラス2体いるよね。うん、あら。待って。まあ、2体。だよね。あれ、キャノーラのか。何が違うか。よし、
懐かせまくりじゃん。2匹ね。来てるか？来てた。遺跡すごい違うとこだった。うん。こっちが花。来てるか、ミケトラ。来てるって言ってるわ。うん。すごい。言ってるわ、にゃーにゃー。あ、ちょっと猫と一緒に寝たいね。あ、かわいい。すげえグググ言うじゃん。すごい。もらったなんか。ベッドの上に乗ってたけど、何もくれなかった。私、ゾンビ肉もらったよ。いらねえ。何も戻ってきてくんなかったわ。おいで、ミケ。ミケ、こっちだよ。トラはちょっとそこにいてもらおう。それじゃ猫に来てもらおう。おいで、ミケ。猫さん、全然この中入ってきてくんない？入ってるよ。どこいた？入った。キャノーラ猫入ってるよ。え、これ、足猫じゃないの？来てくんないんですけど。そっち行ってんだけど、なんで？ここで座らせたら？どうやって座らせるんだっけ？右クリック。懐いてねえじゃん。まあちょっとお魚持ってるからだ。お魚持ってるからじゃないの。いや、来なかったからお魚持ってたんだけどさ。あれ？でも首はついてるから懐いてると思うよ。なんで自由行動するの？キャノーラみたいだな。なんで私のこと無視するの？もうキャノーラそっくりじゃん。ちょっとどこ？どこ行ったの？うちのミケもう座ったよ。ほら、いい子。お主の暴れん坊猫はどこ行ったの？やっと来た、やっと来たけど、どこ行った？もうほんとキャノーラそっくり。飼い主にいる。すげえ私の猫の邪魔するじゃん。全然来ないの？なんで？なんでそっち行くの？この人どういうこと？キャノーラみたいな自由行動っぷりだな。あ？飼い主に似るって言うからな。あ、座れた！あ、それ、ちょっと、一瞬で、スライディングしていくのやめて。猫。もう何この人。何してんだろう、あそこの人。聞いてます？ね、聞いてます？あ、座らせろ！おし！押すんだ。落ちる。座った。ちょっとめり込んでる。オッケー。よし、じゃあ続きやりますか。はい。とりあえず上の部分を埋めてきますか。こんな感じ。内側をね、埋めてきます。よし、こんな感じで埋めていきます。内側をね。はい、オッケー。はい。そしたら、今度は、トラップドア作ってないよね。あ、そうだ。そうだ。トラップドア何個？いっぱい。何個？いっぱいよ。いっぱいよね。山のように必要だよ。そうよね。今作れんの？作れるの20個しか作れなかった。絶対足りないよ。とりあえず20個。氷渡ってくるわ。よし、キャノーラが取りに行ってる間に埋めてこう。この猫がいるところ以外全部トラップドアで埋めてきます。減るな。開けちゃうよ。何なんかおかしなことになってる私。ちょっと何してんの、そこで泳いで。今埋めてるところでしょ。なんでそこであなた泳いでるの。さて、次は回収部分を作っていきたいと思います。それじゃあこの下を掘っていきます。1、3段かな。ついでにトラップドアもつけてきます。あそこにもトラップドアいんのか。そうなの。
これで2、3、それじゃあ水を入れてきます。はい、もう一回首に行きます。あ、嘘でしょ、来た、お迎え来た、やだ、何、後ろ向いて、わお、ほんとさ、なんていうの、あの建築とかしてる時に現れんだよね、うん、あいつら、あ、怖い、怖いんですけど、怖いって言いながらバリバリ撃ってるけどな、どう怖いんですけど、こっち来て、あー旗持ちに当たった旗持ちに当たったけど、なんか固まってる、何これ、あー投げちゃった、あ動き出した、来たよ来たよ来たよ、逃げろ逃げろ、よし逃げろ、中に隠れた、もちろん弓とか持ってないからさ、そうね、キャノーラに任せよう、怖い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 、逃げろ逃げろ、ん、消えた、消えてんね、消えたよね、デスポンした、よし、それじゃ続き続けて、ベベ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 ベ続きを作っていく、ベベベ、いました、あ、はい、こっちに水をやったので今度こっち側にも水を敷いていきます。あれ逆か、逆だった、一体しかわかんないよ、こっちに水をやって、はい、こっちにも水をやると、 OK、 いるわいるわ、まだ遊んでんの、おやすみなさい、おやすみなさい、こっち側に進んでいきます、このまま掘っていきます、水の水流が止まるところまで、あ、そうそう、砂が、 OK、 こんな感じ、まあ、ここで止まってるので、ここの上かな、ここの上に看板、ここの下に看板で、反対側も同じように上に看板で、その下に看板で、また掘ってきます、砂、ずっと砂なのよ砂、あ、そうだよ、ん、ちょっと上から遮光ガラスにしてってよ、あ、ちょ、水、水、こっからかな、全面、うん、この2マスね、こんな感じ、あ、そんな感じそんな感じ、ちょっと無限水源のとこ取るよ、やる、凍ってるわそうなの、凍ってたわ、そうなのよ、やるよって言ったら凍ってたわ、あ、凍らしちゃった、あ、オッケー、そしたらここも水にしていきます、こんな感じ、オッケー、でこのまままた掘っていきます、水源が止まるまで、あ、水ここだね、オッケー、そしたらまた看板で、上に看板、遮光ガラス、ラス位置足りなかった、あ、じゃあ私持ってるわ、上に看板、下に看板、こっちも、この水の上に看板、その下にまたさらに看板で、ここにホッパーつけます、よいしょ、ホッパー、ホッパーを入れて、でここにチェスト、砂全砂よ、結構取りやすいんじゃないこれ、回収しに来るのは ね、便利そう、 OK、 ここにチェスト、ここにチェスト、 OK、 でここに溶岩を置くので、手前にガラス、普通のガラスあったよね、あるある、普通のガラス2個置こう、さあどこ、ここ。うんと。ここ？あそこそこ。そこ、こ？あそこ。もう消せ。で、マグマを入れていきます。はい、オッケー。完成。はい。一応完成。
車庫、このここは無限水源のとこは水源のまんまで、はい、で上もこれで塞いでおこうかな。とりあえず一応完成、装置部分は装置っていうか処理槽も完成して、こっから私らは取ると。あ、ここ閉じないとダメなのか。そうそうそう、閉じなきゃダメ。ここのさ、この上の穴に落ちる部分だけ遮光ガラスにする、うん、そうね。じゃあ遮光ガラス作ろう。遮光ガラスを作るのはどうやって作るんだ。これか。どれぐらい、これぐらい、ちょっと作りすぎたな。12個は作りすぎたな。おー、危ない。この上をこうやって塞いでいこう、うん、こんな感じかな。お、ここもこうしとこ。暗いよね、多分中暗くなってるはず、うん、オッケーオッケー、完成。1,2,3,4 つけれる。なんか、なんかしらのテラコッタ持ってる。もうブラックストーンにしちゃった。あとブラックストーンもちょっと、あ、ブラックストーンなの、あれにしよう。豚さんがいいよね。豚さんよ、豚さん、豚さんに決まってるわ。普通ので作っちゃったわ。ちょっと豚さんで。違う、レールだったわこれ。レールはいらないよ今。レールいるでしょ。いらないわよ。いるって、いるって聞いたもん。この辺で作るか。来ました。あ、いらっしゃいませ。怖い。あー怖い、ゾワゾワじゃねえか。ここ怖い。そりゃそうよ、待機場所っていうのはそういうもんなの。怖いわよ。 OK、 さて湧くかな。あ、湧いた湧いた湧いた。見えるの。見える、いい感じ。なんか2体ずつ湧いてんね。これで私らも火薬取り放題プランに入ったね。うん、まあ飛べるもんがないんですけど。なんか言いましたか。飛べるもんがないんですけど、ね、なんか言いましたか。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、いや初めてのクリーパートラップね、完成しました。うまくいったね、意外と簡単ね。ね、ちょっとここ上がんのが怖いけどね。そうだね、待機場所高いとこだからね。いや、これで火薬無限なるね。やったね。ね。ちょっと忘れないうちに返しとか。あ、ありがとうございます。それではまた次回お会いしましょう。はい。さようなら。さようなら。バージョンアップしました。バイキャノちゃん。バージョンアップしてるでしょ。クォーツブロックになってる。さりげなく変わった、うん、レッドストーンとね、うん、なんか、うん、そんな気がするよ。